じゃあ次は次からゆきが進行しますね。でメンテナンスのことから、うん、これはね車のメンテナンスについてなんですが、まあ女子にはよく分かりにくいメンテナンスの注意事項とか、簡単にできる日頃のあれからできるやつとか、まあこういうの気にしてくださいよっていうのが書いてるので、うんうん、参考にしてみてはどうでしょうかみたいな感じですね。見といて間違いはないと。見といて、うん、まあ、間違いはないと思う多分。でも知ってて損することではないから、うん、まあね、うん、エンジンオイルの交換だったりね、タイヤの交換だったりね、ああ、まあまあボディーコーティングだったりね、知っているけど結局はいはい、エンジンオイルの交換っていうのはみたいな、こういう風に通常年1回または5000キロ前に1回の交換を行えば問題ないでしょうみたいな、うんうん、こういう頻度も書いてあるので参考にしてくれればと。鳥の糞の掃除が結構へーってなったの、うん、これね、うん、これね、なりましたね。あ、そうなの。そうそうそう、わかんねえ。結構ね、どうせ洗ってもまたされるのにみたいな、うん、なりがちなんですけどね、酸が含まれてシミになりやすいのでとかね、うーん、参考になるところですね。あとはあのメンテナンスをやってるお店、うん、企業っていうかそういうサービスをやってるところがあるんですけど、このトータルリペア合わせっていうのは、はあはあ、あの傷を目立たなくしたりシートの焦げを修復したりするんですよ。っていうサービスをやってて、あの、うん、そのシートの焦げを修復するのだったら、え、全部変えなあかんの？そういうことじゃないんですよ。だから別に針と糸を使ってこうやるわけではなくて、うん、そのシートの色に同じになるような色のなんか粒みたいの配合して埋めるっていう。粒？粒なのこれ。一応なんか布は使わないって言ってて。え、すげえ。何？そうそうそう、なんかそれ埋めるらしいんですよね。へー。だから張り替えとかではないので、多分お金もそんなにかからないっていう。この革のシートなんですけど、これも革のシートって使ってきたらどんどん割れたりとかするじゃないですか。あ、はいはいはい、ああいうのをシートを張り替えるんじゃなくて。そう、なんか詰めたりとか、なんか分かりづらくするっていう、あ、なんかこの交換とかっていう業者ではなくて、はいはいはい、それをリペアするっていうか、あっていう、サービスをやってるところで、これね、あのお店は持ってなくて、うんうん、どこでもあの出張でサービスをしている。来てくれる。そうそう、だからお電話してくれればどこでも一応県内は行きますっていうところで、あのお家一戸建てのお家だったらそのお家のコンセントを使ってやるそうで、でマンションとかの場合はまた要相談ということで、であの同じようなサービスが北部中部南部ありますので、お近くの加盟店へ。うーん、こういうの嬉しいですね。そうそう、こういうのは意外といいかもしれないです。うん、でこのザップスは UV カットフィルムとか傷のへこみ修理とかですね、はいはい、これはまあ書いてるんですけど、相性を長持ちさせたいとか綺麗に保ちたいとかメンテナンスですね、うんうんうん、っていうのをやってくれるって。でこれすごいんですけど、手のひらで見積もりができるんですよ。あ、自分の、そうそう、自分の手を基準にこのくらいだったらいくらですよっていうのができるので。あ、すごい。そう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 、なんでいいのかなって思ったり。分かりやすいよね。うんうんうん、これぐらいやったらじゃあ1万円くらいかとか、うん、なんかちょっと他店とも比べやすいのがいいのかなって思ったりしますね。これもメンテナンスの、これは多分お店持ってるところなので。あ、お店ありますね。これは店舗あるところですので、うん、まあ何か困った時には使ってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、次、実際に聞いてみたあカテゴリー、ね、これはね、うん、私たちがいろんな店舗へ、そう、各種ディーラーさんに、ね、お伺いして、いろんな実際に、まあ、ネットでいろいろ検索したら画像とかあんなのは出てくると思うんですけど、うんうん、実際にじゃあ女性が乗ってみてどうなのかみたいなレポート。そうですね、この場合は試乗をしてみたって、ラクティスをね、トヨタさんで、うん、試乗したんですよね。その映像が流れてるんですけど、でもこの車に乗ってる感じとかっていうのはかなり分かりやすかったもんね、試乗の方。うん、うん、これ
う感じね。でアイドリングストップとかも、うんうん、これすんごい分かったから、うんうん、実際ほんまに乗ってる気分、そう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 、ラクティス欲しいなとか、そうそうそう、欲しく なったよね結構 あちこち行って説明を受けるたびに、うん、これいいみたいな、なった。でそれぞれ特徴があって、うん、やっぱりデザインディテールもちろんこだわって、もうどれも可愛いんですけど、その中でも燃費だったりとか、うん、インテリアだったりとか、うん、やっぱり本当に自分がずっと乗っていく車やからやっぱ気になるじゃないですか、うんうん、まあ、そういうのもこういろいろこう試乗をしてる間にとか、うんうん、実際行ってみて説明を受けてっていうメーターが見やすいとか、うん、女性の目線から見て大きくて見やすかった方がもう他のメーターいらないじゃないですか、うん、実際ね、うん、だからこれだけ大きく見えたらいいとか、うんうん、そういうのですごい分かりやすかったんで、うん、でこう収納とかもねこう見せていただいたりしたんで、かなりこれはね本当に販売店に行ってこの車の説明を受けたぐらいのあれになりますよね、うん、この車の良さが分かるとか伝わるというか、そうそう、これミスタードーナツのストロベリーリングのコラボのやつやったから、そうそうそう、めっちゃ可愛かった。このラクティスもピンクでね、うん、女子向けな感じで、はい、どうぞどうぞ、へへ、はい、どうぞどうぞっていう感じのがいっぱいここにね、そうですね、これももっと随時増えていく予定です。どんどん、うん、でこれがねここここ、これをねこの警告表示ガイドなんですが、このねメーターとかについてるランプ、うん、お知らせランプ、まあ、つくのは分かるとして、まあ、つくのはね、うん、あなんかついてるみたいなのは分かるとして、意味まで分かりませんというのが多かったので、うん、これねよく出るやつというかこういうの注意してくださいっていうのをこの説明と一緒に書いてるので、こういうの、 あのついてても何どういう意味か分からなくてついてたら結局走れなくなったとかあるかもしれんから、うん、ちょっとこういうのはいいのかもしれない。知ってて損はないですよね、うんうん、これはねすごくいいんじゃないでしょうか。とか運転しててあれこれついてたななんだっけなチュラクロス見るみたいなね、うん、そういうのでもいいいいと思うし、そういう使い方をしてください。あ間違ったトップトップ。で次はカー用語集へ。あーカー用語集もあったね。そうこれはねあの分かりづらい車用語だったりをちょっと分かりやすく、やってますわ、説明してますわ。例えば、例えば、うん、ジュゼえピラーレス、ピラーレスよく聞くよピラーレス、何なのよピラーレス言えてねっていうのは、まあ、こういう風にね説明があって、まあ、写真が必要な分には写真も載っけて分かりやすく説明しているので、うん、車選んでてこういうカタログとか見てたらもうこういう単語多いですからね、うん、実際多い、うん、私らが一番はってなってる、えそれどういう意味ってなってることは、うんうん、みんなは知ってるけど、うん、私らが知らんのは普通やと思うんですよ、うん、女の人で、うんうんうん、興味なかったら絶対知らんじゃん、知らん、知らん、そんな頻繁に車のカタログなんて見ないし、見ないし、なんか ABS とかも実際何ですかそれみたいな、そうそう、いっぱいついてるんですよ、いろんなカタログにいっぱい ABS とか書いてるんだけど、は何ですかみたいな、そうそう、まあそういうのをねあの用語辞典じゃないですけど、そうちょっと見て、まあね分からないところのへえみたいな、そうそうそう、いいんじゃないでしょうか。現に豆知識感覚で言ってもいいし、うん、知ってたかみたいな、あの逆にあのこれどういう意味なんですかみたいなのもあの全然問い合わせていただいたら掲載しますんで、そうそうそう、もうね探しますよ、うん、っていう感じでこのカー用語集も随時増やしてほしい言葉なり分からない言葉があれば送ってください。で次は会社情報。ああ会社ね、うん、これね沖縄県内で取り扱っている会社の、あ沖縄県内で会社を取り扱っているお店を紹介してて、まあ、例えばワーゲンとかね行きましたね、うん、とかこんな車がありますよとかお店の雰囲気はこういうことですよだったり、あとなんだ、他
カリバーだったり、うん、中古も新車もこれはもう一緒になっちゃってるんですけど、外車をとりあえず取り扱ってるお店で、この外車買った後のアフターケアとか、うんうん、その辺までしっかりやってくれるのかなっていう情報も全部書いてるので、そうなんや、買った後にもこういう風にサービスしてくれるところはこういう風にこういうサービスがありますよっていうのまで書いているので、外車を買う時はしっかり、そうですね、意外と会社を一から教えてくれる人っていないから、うん、いないですね、うん、どうしてもやっぱりまあね、会社ちょっと乗りたいなって、どうしてもその車に乗ってみたいと、うんうん、夢だったとかっていう時はまあ入門編じゃないですけど、この辺から、そう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 、行ってみるといいのかもはい知れないですね。これ言っとく、いいんじゃない、いいか、うん、じゃあ次おすすめ、おすすめ、おすすめ、間違った間違った、うん、おすすめ、本当だ、ここね、おすすめスポットですよ。こういう風にねマップになってて、まあ、例えばこれ南城市のカフェなんですけど、それがマップになってて、こういう風にこう、これはここですよとかで、実際にこのお店の情報も、まあ、ここくるくまだったらこのくるくまの情報があって、で下の方にはこのマップも一緒にお問い合わせとかいろいろ書いてるので、うんうん、これを参考にね、ドライブ、女子会などいいんじゃないかなと。他にもこの電気自動車の充電スポットとかもね、そうそうそう、これね県内で充電スポット、うんうん、ほとんど全部かな、もう全部網羅してる感じですよね、これ。これは多分確認、多分全部やってるんじゃないかなっていうことで、うん、はいですね、OK です。それからこれブログ、ブログ、うちらクロスのブログですね、うん、かなりゆうきちゃんとかがいろいろ面白いよね、あの調べてくれたこととかが、内容、男性と女性の運転の違いとか、なんかと思った、結構読んでなんか感覚自体が男性と違う、うんうん、違うんですよね、そのだから女性に向いてる車はこういうタイプやとか、うん、そういうのってなるほどなって、まあ、実際興味あんまりなかったらあれなんですけど、うん、まあまあまあ読んでて、なんだろう、うん、ためになるではないけど、うん、コラム的な感じなの、ちょいちょい、ね、アップしてるの で, やってるんで、まあ、よかったら見てくださいよと、ね、感じですね、はい、というチュラクロスですが、というチュラクロスですが、本日オープンです。そうですね、まあ、これからもどんどんね更新の方をいろいろしていこうと思いますんでね、はい、もう車の数もどんどん増えていくだろうし、うん、で今もうちょっといろんなこと動きね、またいろいろ取材に行ったりとか、うんうん、こういうアイディアとかねいっぱいあったりして、うんうん、提案とかも、うん、もっとね、うん、もっともっといいものになると思いますね、うん、よかったらチュラクロス使ってくださいね、お願いします。はい、では今日はこの辺で、はい、さよなら、バイバイ。